三重県多気町清和地区、米やお茶などの栽培が盛んな山あいの農村地域です。空海ゆかりの入大師が鎮座し、古くは水銀の産地としてにぎわったこの町は、6月になると住民たちによって植えられた1万本のアジサイに彩られます。この清和地区に連日大勢のお客さんでにぎわうレストランがあります。それがこの豆屋です。お客さんのお目当ては地元の家庭料理。この地で採れた豆や野菜をふんだんに使ったバイキングレストランです。2回目なんですね。であんまり美味しかったもので、娘を今日連れてきましたんです家でもやってみたいなと思うのもあって、ね、長生きするみたい豆屋にはレストランのほか、豆腐やお菓子などの加工所や農産物の販売所も併設されています。地元産と手作りにこだわり、農村らしさを前面に押し出した店作りで、昨年度は多気町の人口の5倍以上に上るおよそ8万2000人が訪れました。この豆屋に全国各地の地域活性化に携わってきた東京大学の月尾義雄名誉教授が訪れました。すごい種類ありますね。はい、ここまたすぐ来ます、ね。はい。肉や魚をほとんど使わない献立ながら、料理は常時30種類以上。昔ながらの袋の味に加え、従業員たちのアイデアメニューも人気です。ほとんどが 99% 地元産ですよね。そこがまたすごいとか、ね、でも僕どちらかといえば菜食主義だから、これ大歓迎だ、ね。豆屋を運営する有限会社清和の里は、住民たちが自ら出資して設立しました。その目的は農村文化の継承。これは今まで当たり前にあった農村の暮らしやお年寄りの技を受け継ぎ、次世代につないでいこうという住民の思いが詰まったプロジェクトなのです。政府はいろいろ農業政策を取っていますが、ほとんど経済目的の政策ばかりで、この文化というものをどうするかということにはほとんど関係していません。そこで地域の人が自ら立ち上がって、地域の農業を育成すると同時に、その農村文化を次の世代に継承していくという活動があちこちで始まりました。その中で最も注目されているのが、今回ご紹介するこの清和の里のプロジェクトです。小さな農村の未来のために立ち上がった住民たちの大きな挑戦。清和の里の取り組みをご紹介します。清和の里の仕掛け人は代表を務める北川静子さん。平成15年、それまで役場の職員だった北川さんが、地元の女性たちと共に清和の里を設立しました。今日はお忙しいところありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。なんか日曜日で大繁盛のこういうことをやらなきゃいけないっていうふうに思われた背景っていうのはあるんですか？そうですね、やっぱりこの地域も高齢化ずいぶん進んでます、はいはい、それで、まあ、次の世代も少ないですやんか、はいはい、でそういった中でこの地域に昔からある知恵や技っていうんですか、はいはい、そういうものがこの先つながれていかんなっていう、はい、そういうのをすごく感じてきたんですね、はい、でなんとかまだ年寄りさんが元気でおってもらう間に、うん、そういうものを次の世代につなげやないかんなっていうのを、はじめその一緒にボランティアやっとったメンバーとか、うん、花関係しとったメンバーとか、うん、そんな話をしとったわけですわな、うん、もう一つには役場におるときに、そういう味噌や漬物の特産品なんですけども、うん、それを外に向けて情報発信
するわけですね、はい、その美味しい味噌や漬物をどこで買えますかと、うん、外に売るわけでもなくてですね、みんなこうなんていうかこう眠っとるだけでですね、うんうん、それらがこうお客様というか外に対してのそういうあの要望に応えられやん現状やし、うんうん、で自分たちのメンバーは高齢化して先は自然消滅してかんならんと、うんうん、いつもそういうマイナスをずっと頭の中でこうぐるぐる抱えとった時にふっとそれらが全部できる仕組みを作ったらいいやと思ってしまったんですね。清和の里の開業資金のうちおよそ3分の1にあたる1050万円は地元住民35人による出資、2年後の豆屋オープンの際もみんなで知恵を出し合い食器を持ち寄るなどして思いを形にしていきました。周りはどんな反応だったんですか？周りはですね、ああもう地元の人たちは1ヶ月もたんやろと、ええ、そんな普段食べとるようなご飯をこんな山の中の田んぼの真ん中でしたって誰が来るんやという話ですわね。それでこれを経営するという人たちは百姓のおじちゃんやおばちゃんの集まりやし、はい、そんなもう1ヶ月ももたんやろということでみんながそういう目で見てましたね、はい、そういう中で出してくださった出資してくださった皆さんというのは、はい、それこそもう60代70代の皆さんは年金生活の人たちがへそくり出してもうとるわけですでな、はい、でその思いっていうのはもうすごい受け止めましたでな、へーでな、うん、現在20代から80代まで40名が働いています。最近では町内だけでなく近隣の地域から通う若手も増えているそう。もともとここにお客さんとして来てて自分も覚えたいなって思ったからですね。ちょっとしたことでも勉強になるなっていうことが多くありますね、はい。また農村文化の継承に向けた取り組みは子どもたちにも広がっています。あの子どもらにつくしとふきのとを取ってもらってうちで買わしてほしいと、はい、それで袴も取ってもらって、でこれは地域のこういう足元を見つめることを子どもらにしてほしいし、はい、で先生に話をしたらそれ面白いでやりましょうかということになったんですね、はいはい、もう小学校へ私は言うたのにもうすぐに保育所から中学まで広がりました。もう豆屋持ってたらお金がもらえるということでですね、はあはあ、それとして袴をね取ってくるっていう約束事をしましたもんで、ね、これはあの面倒くさい仕事ですわ、うん、一つずつ袴取るというのはね、はい、子供らは苦手です、はい、それけど家にはその根気の絵おじいさんやおばあさんが追ってくれますんで、はい、じいちゃんやばあちゃんがちゃんと孫の撤退をしてくれるわけですね、はい、新聞紙こう広げてそれをこう山に尽くし積んだの囲んで、はいはい、じいちゃんやばあちゃんが話してくれるわけですわな、はいはい、そういうのをよく聞かせてほしいわけですわな、はい、でそうやりまして、もう2年目ぐらいになりましたら子どもたちが、はい、あ、吹きがある、はい、あ、よもぎがある、はい、これも金になるんと違うかって自分らで考えてその後持ってくるようになったんですね。たかがつくしなんです、その辺の草なんですけど、もう広がりもできて深みもできてもうすごいなと思いました。6月の日曜日、月に一度の農村料理体験が行われました。この日参加したのは県内のご夫婦や女性グループ、そして地元三重県立大岡高校の生徒たちです。まずは食材の収穫へ繰り出します。畑の一角に見つけたのはセリ。ここにはタラの芽も。ネバネバする。めっちゃネバネバする。見て、これミョウガになろうとしてます。今からミョウガになろうとしとるんや。ここのとこの酢味噌合いがうまいんで、これもちょっとだけ食べてみようか。めっちゃ食べれないの。このほか、吹きや雪の下など地域に自生する山菜をたくさん収穫しました。そして今度はお料理の時間。手間がかかる吹きの下処理などみんなで教え合いながら和気あいあいとした雰囲気。こうして料理すること1時間。
地域の恵みがいっぱい詰まったご飯が完成しました。いただきます。全くお肉お魚が何もないあ、ちょっと一緒に。あ、もう最高です。楽しかったです。なんか実家のお母さん思い出しました。はい、初めてのことで戸惑うこともあったんですけど、今みんなで美味しく食べて嬉しいです。豆屋には毎朝地元農家が採れたての野菜を出荷しに来ます。これらは直売所の商品やレストランに使う食材。こちらのお母さんはズッキーニを出荷。お客さんの要望に応え、これまでにない種類の野菜を作る農家も増えました。豆屋の出資者でもある板谷さんは最近エシャロットに挑戦し出荷したところ、お客さんから好評だったそう。あそこに向けたらお金になる。もうそれだけ田舎は働きに行くとこあらへんしさ。じゃあやっぱ農業に張り合いも出てるんですね。そうなんだ、どうかしら。これ元気しておれもなあ、あれでもちょっとでも作って、これをちょっとこしらえて、今日はちょっと置いていこうかとかいたら、みんなの顔見知りが多いやんかと思う。 おしゃべり方が豆やこだわりの一品がこの豆腐。ゆっくり時間をかけて大豆を煮込む昔ながらの製法で作られ、大豆の甘みやコクを引き出しています。ここ数年、豆屋はこの豆腐でさらなるチャレンジを始めています。その2時3時を極めていきましたら、1時戻ってしまったんです。でここで使っとる大豆は天作奨励品種の福豊かなんですよ。これどこでも作っとる大豆なんですよ。これでは値打ちがない。せやでもっと日本にいっぱい大豆があるし、在来種もあるんです。それをもっと磨きかけて、ええものを作って、でさらにおいしい豆腐、さらにおいしい揚げ、さらにおいしい料理、そういうものをもっとやってこねと。この試みに協力し、さまざまな種類の大豆を栽培している若手農家の北川さん、この地で農業を続けていこうと決めています。本当に多分このまま行ったら終わってくやろなっていうのはひしひし感じますので、成功事例を作ればまた若い子らもやるんちゃうかなと。地域の農業と文化を継承する清和の里は、その取り組みが高く評価され、平成26年度ふるさとづくり大賞団体表彰を受賞しました。これからね、自分たちやろうという思いってる人にね、どういうことが大事だよっていうことを、はい、どうしても地域づくりとか地域の活性化って考えた時には、なんかすごいものを考えなあかんとか、すごいものをこうよそにないものを作らなあかんとか考えがちなんですよね。ここでやっとる料理、これ地元の家庭料理なんですよ。これ私らがイタリアンやフランス料理をしとったら、私ら無理やわって引くんですよね。ところがみんなが知っとるもの、みんなが分かるもので成果が出ると、いろんな人が関わってくる。山深いとこには山深いとこの、無意味に近い方の農村には農村のそれぞれのみんな違う特色があったっていうことですよね。ですからそういうものをやっぱりちゃんとも理解をしてしてもうたら、それぞれの地域のそれぞれの人がちゃんと活躍する場も、結ぶところもつなげるところもできるんかなというふうに思いますね。北川さんの話にありましたけれども、皆さんの足元には必ず宝物はあるんです。その宝物を気がついて自分たちの方法で磨き上げる、これはこれから全国各地で新しい地域づくりをしようとしておられる方には大変重要なヒントだと思います。ぜひ参考にしていただければと思います。